はい、皆さんこんにちは。今日は前回キャンプの時に持っていったちょっぴり辛いポトフ、これの作り方を紹介します。今回のスペシャルゲストはえのきさんです。前回はしめじを入れました。で、材料はこんな感じです。にんにく、玉ねぎね、人参、じゃがいも、キャベツ、あと調味料はコンソメと塩と、あと最後にバジルかけますね。そしてこのちょっとピリ辛をどこで出すかというと、業務スーパーで言ってたこれです。辛味をつけるのはこのスパイシーフランクの肉汁だけでございます。おおよそ2人前ぐらいかな。人参は半分、玉ねぎも多分半分でいいと思うね。それでは作りましょう。はい、こんな感じでね、切れましたね。じゃがいも、普通のじゃがいも使ってもいいんですけど、メークインの方がこれをこのまま使った方がゴロッと感があって見栄えがいいかもしれないですね。このえのきね、えのきのね、このね、このくっついてるところ、私この食感好きなんですよ。だからちょっと多めに残してある。鍋の中にニンニクとオリーブオイル、炒めなくてもいいと思うんだけどね。ニンニクのめちゃめちゃいい香りがします。匂いをお届けできないのがちょっと残念。あとね、肉がね、これだけじゃ寂しいなという時は、多分2本ぐらい、2本か3本入れれば十分、ハーブスパイスの出汁が取れるので、普通のソーセージを入れてもいいと思います。あとね、取り忘れてたけど、煎った大豆、まあ、焦げちゃってるけど、焦げた大豆を入れても美味しい。はい、こんな感じでね、盛り付けましたよ。あとはバジルをちょっと散らして、かけすぎたか。デン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 
と。超うまい。